ども皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はまたお知らせをしなければいけなくなっちゃいました。はい、イベント中止のお知らせです。3月15日の水戸のガズレレイベント中止に引き続きまして、4月4日の九州佐賀でのガズレレイベントも中止が決定いたしました。残念でございますけど、まあ仕方がないですね。で、水戸の時にも言ったんですけど、これ中止ってことに必要になってますけど、また収束したら、必ず行きますんで、延期とちょっと考えておいていただいて、その間また皆さん YouTube 見てワイワイやっといてくださいね。はい、参加表明いただいてチケット、ご購入いただいてた皆さん、本当に申し訳ないです。ご案内がですね、島原楽器、イオンモール島原楽器大和佐賀店、佐賀大和店様の方から、こうやり取りがあると思うんですけれども、お問い合わせの方は、島原楽器さんの方に、お願いいたします。そういうわけでね、まあ、あともう一個ね、この後、葛西でも一応予定があるんですけど、そっちの方はまたどうこうって決まってないんですけど、この今の流れを見ると、まあ、ちょっとそっちの方に行くかなっていう感じですけど、また改めてご連絡します。すごくなんかこう、世の中もね、そういう、なんかこう、なんか、はぁっていうテンションなんですけど、まあ、こんな時だからこそ、やっぱさ、YouTube がある、ウクレレがあるでしょ。家で思いっきり楽しみましょう。やっぱりね、楽しみがね、やっぱね、少なくなってくるとね、免疫力下がりますからね。楽しいことやってるとき、本当に人間って元気になりますから、夢中で。ガズレレ YouTube だったらもう1000曲以上の曲がありますから、ちょっと自分諦めてた曲とかこういう時に始めるのもいいし、またこういう時間を使って、誰かに教えてあげれば、ご家族だとか、そのお友達とか仲のいい方だったらね、そういうこともいいと思います。なんでこれなんか、一個のプラスと考えて、面白いことをしていきましょう。で、皆さんちょっと、ね、言っときたいのはやっぱりニュースとかいろいろ見てるともう しんどい、そういうニュースばっかじゃないですか。暗いニュースばっかでしょ。そうするとね、暗くなっちゃいますからね。だから明るいニュースを見ましょう。でもね、明るいニュースってあんまりないでしょ。いいことがあります。自分が明るいニュースになりゃいいんです。そうやって考えていったらもうわーって楽しんで、まあ、歌って免疫力上げていきましょう。なんかこういうお知らせをねやっぱしなきゃいけないっていうのはまあしょうがないっていうかね、まあなんですけど、やっぱりただではね、やっぱりこう転ばないぞってわけじゃないですけど、やっぱりせっかく音楽がもう僕たちにあるわけですから、それでどんどんもう自分の免疫力を上げて、そのコロナもこうぶっ飛ばすみたいな感じで、やっぱりね、そういう気持ちがやっぱね、こんな時だからこそ大事になると思います。はい。ちょっとね、いろいろありますけど、ガズレレのとこもいろんなことを、発信してますんで、ホームページだけは見ておいてください。ブログも書いてますしね。はい、いろいろやってます。ホームページのリンクも貼っときます。そういうわけで、また、こんなお知らせになっちゃってあれなんですけど、ね、楽しんで音楽やりましょう。僕らには音楽がある、ウクレレがある、 YouTube があると、こんなね、リットミュージックから出てるこういう本もありますからね、こういうのをご活用していただいて、もうモリモリ楽しんで、もうぶっ飛ばそうみたいな感じでいきましょう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。ここに集まって